ってる方がイメージで。ね、そうそうそう、それが正しい。ね、それが正しい。ピアノ石黒ひろき、あ、止められなくてないんだ。あ、すいません。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 固まりますから、それではですね、続きまして、3 Days Memory という曲があるんですが、はい、それを言ってみちゃおうかな。3日前の記憶ってことですか。いやいやいや全然関係ないよ。あんまりだから多分英語として成り立ってないと思うよ。像も何食ったっけってことですか。認知症の曲になっちゃう。覚えてますか、3日前の食べ物を。皆さん、そう、普通ですって。3日前の食べ物を今え、覚えてる、覚えてる、マジすげえ、すごい。3日前の食べ物覚えてるかもしれません。昨日飲んだお酒は覚えてないな。ああ、そうですね。それを覚えてると明日の自分に怒られますからね。未来の自分に。そうそうそう、うん、何昨日お前なんか飲んでねえんだみたいなさ。何やってんの昨日みたいな。ひどい酔っ払い方した時の方に落ち込んじゃったりね。うん、それは良くない。じゃあ 3 Days Memory やってみますか。はい、うん、まあ3日間の。はい、じゃあ僕は、ね、はい、石黒さんより常に3小節先を演奏します。あ、そんな、それはそれがすごい健闘だよね。そんなわけ、それなんかサーカスみたいだね。大丈夫です、いいっすよ。これカウントください。なんないこと言われた。あ、じゃあします、いきます。よいよいよ、ちょっとThank you.
スリーデイズメモリーです、はいはい、2人とも同じ小説を演奏しました。普通です小説当たり前です。先行シリーズは怖くて、はい、私の気持ちに皆さんと楽しく過ごしてまいりました。お時間もですね、楽しい時間というのは早いもので、本当我々も楽しかったです。次で最後の曲なんですが、皆さん一部での約束ちゃんと覚えてますか？はいはい、言ってください。そんな失敗はなかったかのようなね。あ、でも本当おかげさまで、何かおかげさまで、でもとても楽しかったんですが、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか？いいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、石田さんとこのデュオをやらせていただくのは3回目なんですが、はい、またね、きっと4回目5回目と続いていくと思いますので、はい、皆さんよかったらまたぜひ遊びにいらして、応援してもらえれば我々とても嬉しいし力になります。今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。予備知識ゼロでもしいらっしゃった方、白劇団の方は無理だと思いますが名前を覚えて帰っていってください。石黒博樹、多分一匹のことをしてるのかな、わかんないです。じゃあ石黒博樹と竹本一匹、もう私はもうすいません、竹本一匹だけ覚えて帰ってくれるもん。もう一回メモ紹介します。石黒博樹、イエーイ。竹本一匹、はい、ありがとうございました。それでは最後にお送りします、ラッシュアワ
竹本一輝、ありがとうございました。